さんが演奏してくださる焼き芋と、その後に私が弾きます湖の思い出と白鳥座は、私が中学生の時に書いた曲です。中学生の時に私の先生吉本孝之先生が厚木に日曜日に長野から来ていらっしゃったので、吉本先生は信州大学の先生なんですけれども、日曜日に私にレッスンしてくださったので、毎週1曲ピアノ曲を作曲していました。その頃の作品です。焼き芋はロシアの多分チャイコフスキーの名曲のイメージで書いたので、寒い時に食べたい焼き芋、ほっこりした感じの曲です。で、次の私が弾きます湖の思い出は、スワンボートをお父さんが漕いで私と妹も乗っているというイメージの曲です。で、その次の白鳥座、私が弾きますは夏の星座です。私は星を見るのが好きだったので、キラキラ光る星のイメージです。題名が皆曲についていますが、いつも曲を書いてから題名をつけていました。では、ゆかさんどうぞ。焼き芋岡田のコンサート芋編ですけど、私焼き芋編ってずっと言ってました。焼き芋編です。Thank you.
急いないのにを込めば
有名な詩です。オリジナルは負けずの負けるの漢字がカタカナの負けずが正しいのですが、私がね間違えて著作権協会に私の曲としては登録してしまいました。内容は 宮沢賢治の詩です。宮沢賢治は宮沢賢治だけで一つの学問になるほど研究されています。私はそんなに詳しくもないのですが、この詩は平和的で美徳としての勤勉の極意なんではないかと思います。私のとある友人が優しいだけが取り柄ですというのを思い出します。それではゆかさん、ソプラノ、ピアニストの田村さんがアルトで二重唱で、私がピアノ弾きますのでお聴きください。世界観です。
ね。